院関門反対の声が上がった。当時無所属だった高市氏もいちいち、気に食わない報道をしたとか、キャスターが、ね、好き勝手なことを言ったっていうたびに、ね、証人喚問してたんじゃ、それはもう知る権利を奪うことにもなるし、マスコミの表現の自由にも大いに関わると思います。